ちくたぶれましてね、えー、一応プロデューサーですからみんなに頭下げなきゃいけないと思って昼の部からずっといるんですよ、えー、私で最後でございますからね、えー、気を確かに持ってお付き合い願いたいと思いますうんその割にずっとしゃべってなかったんで喉、えー、も筋肉なんですね、えー、少し衰えて 調子が張りにくくなってますがその辺はお許しをいただきたいと思いますが、えー、とにかくまあどうなるかと思いましたがね、えー、スタッフのご努力とお客様のご協力でもって、えー、無事できるようになりました手間は大変だったらしいですよ一回ほとんど完売しましてねそれを、まあ、いわゆるなしにしてで払い戻しをして、えー、さらに半分のキャパシティでもって売ろうという。 だからその結果はこれですからね、えー、半分ってことはそれこそ、えー、入場料もも半分みたいなもんですよ、えー、それを東と西とみんなでもって、えー、奪い合うじゃないですな、ね、分け合うんですからもうみんな協力してくれるんでありがたい限りでございますだけどまあみんな言ってましたがねコロナの間 えすることもなく落語の稽古でもすりゃいいんですけども話し方っていうのはみんなあれですねこの話をやるぞというネタ下ろしまでは稽古するんですよで人前でもって一回やっちゃうとねあとはほとんど稽古しません反復学習なんて大嫌いですね出たとこ勝負さっき小遊三さんなんかね楽屋戻ってきて蹴られたよってそう言ってましたどうしたのっったら野ざらしなんかやるんじゃなかった えー、受けもしねえや」なんてね「えー、でそら兄さん客のせいだよ」と言ってきました、えー、<laughs> そしたら納得して帰りましたからねだけどまあそれで聞いてたら「えー、お客様はやっぱり寮じゃございませんな質ですよこの半分のキャパでもお客様の質が全然違う小遊三さんはそう言ってましたがね今太平さんもねいいお客さんでもって歓迎してもらえた落語ができてよかった本当にいいお客さんだよく笑ってくださった」。 で、じゃあ先に帰っていいよったら「ありがとうございます、ええ」よく笑いますけど「今日の客はバカじゃねえか」そう言ってましたからね <laughs> いろんな表現があるもんでございます。だけどまあ、ええ、どうしてもこういうものが流行りますと初めての経験ですからねついね陰気になりますよ。<coughs> 今日は何人ね、ええ、感染者が出たの陽性がどうのこうのって初めてでしょう。ねえ えー、だからまあそんなことを気にしながらいろんなことをしなきゃいけない新しい生活パターンだってねマスクして出歩いちゃいけないなんてんでしょう、ねええー、これだってギリギリに言われたんですよ、えー、なるべく不要不急の外出は、えー、避けてください、ね、え不要じゃありません、えーえー、不要じゃないんですがなくてもいいんですねこの辺の微妙なバランスですね だからこうやって聞きに来てくださる方がいらっしゃる間少しずつでも前進をしなくちゃいけませんでねやっぱりあの横並びですからね日本人っては同調性というんですか誰かがやるんだろうなと思って待ってるわけですよだからいい意味でこうやってスタートしますとね、まあちらこちらでもやろうかなという気分になっていただいてで落語の好きな方はなんとかそうやって駆けつけてくださって、えー、つなぎ止めることができる。 これは一番ですよ、ね、えだからあの陰気なのはダメですね。どうしてもね陰気ってのはい,いけませんよ。あのマイナスのオーラ出してるとマイナスがくっついてくるそうですから。だから元気で陽気なやつのそばにいると、えー、自分はそれを元気で陽気をもらえるんですよ。ところが陰気なやつのそばにいますとね、陰気になります。楽屋でもそうですよ。あの陰気なやつたまにいるんですよ。で、そいつの楽屋ってのは、えー、本当に消毒した方がいいなと思うぐらい。 えーえー、そう思うぐらいのやつがいますなだから何でもそうです、えー「陰陽で片付ける」これは話の方でしてね「えー、幽霊の手持ち武蔵や枯れ柳なんて古川柳がございますが幽霊ってやつあれはあ、えー、陰気なもんでございますからね「恨めしいや」ってなこと言って出てくるんですよ。ね、あの手が陰の手。でこれ手のひら返すと「陽の手なんです。だ幽霊ってのはのはあ 陰の手で出てくるからいいんですよ、ええええ。あれ幽霊が陽の手で出てきたら具合が悪いでしょう恨めしいや <laughs> なんかくださいってねであの柳の木の下に必ず幽霊は出します。これも訳がございましてね丸山応挙という方が応挙の幽霊初めて幽霊を書きました時に柳の木の下へ書いた。なぜかと申しますと柳ってのは洋木陰陽で言うと今言った陽です。 ですから下へ陰気な幽霊を出すそうすると陰陽が合体して一つの収まりになるんですよだから陰陽がみんな合体しなきゃいけないあのお祭りになりますとねみこしってものが出ますなあれがご神体が入ってますから陰物としてございますで陰物を稼ぐんですからこれはあの,の手でね担ぐわけですよわっしゃい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 ,っ,しゃいって言うから肩が入ってわっしゃいわっしゃいわっしゃいってよきになる。 あれ陰の手じゃ生やしにくいですよ「わっしゃい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 !シイ」シイ「見越しどうしました地下鉄にっちゃいました」って大変な騒ぎになりますからね。喧嘩というやつあれが陽気なもんでございますから、えー、喧嘩なだめんのには「陰の手使いますね」「何この野郎何どこの野郎てめえせんから気に入らねえ。何この野郎やるが 「よやなよしなよしなよいやいやお前もここは引きなよあたしに任せてまあ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 と言うから喧嘩が収まるこれ用の手じゃ収めにくいでしょ何この野郎何この野郎やるってのがや,やめないやめないや,やめなよ <laughs> よ,しなよいやめなよいやめなよやなよやめなよやめなよやっちまえてめちゃめちゃになりますからね「木さん聞いたか今の家主の言い草をよ聞いてたよ腹が立つじゃねえかえ?」。 あそこの空きだのおめえらの物置に開けてあるんじゃねえんだなんか品物を入れてやつは割り目取るぞ。ひでえこと言いやがら。誰か越してくれとならこっちが掃除して開け渡すんじゃねえか。大事あそこが開いてるおめえの夏湯のか家帰りなんかできて調和してるんだよ。えあんな居さねえな。だったら言ってくれよ。おまさんが古株なんだから草分けだよえ。そっちがなんか口利かなきゃねえ。こっちは何も言えねえんだから。いや何か言おうと思ったんだよ。言おうと思ったんだけどね。 頭よぎったことがなんだいええたなンをね三つばかり滞ってるんだいそこへ持ってきて大家さんはそう言いますがお前なんか言えるのかなんか言うというのはたなンをきちんと入れてるやつが言うおめは三つ滞ってんだそれ入れてからなんか口を切れ」「どうもすいません」って自分口まからさ黙ってたんだけど「どうだいあそこ借り手がつかねえようにしまおうかなんか知恵があるのかいえあのな えー、無駄に長生きしてるんだろうお前とかあの長屋の入り口だ大抵家主のとこ引いてくんだろうそうしたらなこうしよう遠方ってことでごまかしなで私を差配人ってことにしてで私のとこよこしなそうしたらみんなうまく断ってやるから大丈,夫大丈夫だよあそこが相手なよ洗濯物なんか物干しがざおごとを放り込める夕立の時には重宝するしな物干替わりに使っちまうじゃねえかあだから何かやったら私のとこみんなよこしなじゃあ一つ頼むよおいおいい ごごめめんんんくくだだささいいいいままましし少々ものを伺いますはえなんか,うですか「あちらに結構なお酌屋がございますが、えー、お家主はどちらでございましょうか <laughs> 早速来やったね、えー、家主はねちょいと遠方になりますよ遠方と申しますといや行かずに分かるようになってます長屋の突き当たりごんなさいな四つ巻きの壊れた家がございますでしょう」。 あそこはね、サハイ人でございましてね、長屋の草分けで古株で、えあだ名がフルダヌキの木兵衛さん。あそこで木や分かるようになってますよ。あちらがごサハイよ。さようでございますか。ご丁寧にありがとうございました。ごめんくださいまし、少々物を伺います。フルダヌキの木兵衛様はこちらでございましょうか。驚いたね。陰で言われてるな知ってたよ。面と向かって言ったのこの人初めてだよ。 ははい、はい木部や拓でございますが何か御用でございますかあの長屋の入り口の方に伺ったんでございますがご差配をなさってるそうでございますがあちらのお借家のことで「ああさようですかすぐにご案内してもようございますがな行かずに分かるようになってますえうちと対して間取りは変わりませんで入りましたそこが2畳4畳半の奥に6畳がもう一間ございましてなえ日当たりもよし造作も残らずついて小さいながらも庭もある」。 住みやすすすいいうちででございますよさよさかこちらと同じで奥にもう一晩ああ結構でございますがそうしますとあの前、えー、家賃ですとか敷金の類は敷金ねえそういったものはあなたが出る時お返しするもんですからいりません。さようですかそうしますとあの、えー、家賃棚賃は棚賃ねえあなたが住んでくださるというんでしたら 月々こちらからいくらかかいくでも出しましまょう「私あの話がよく見えないんでございますがいやそらあな今時あれだけのうちをただ貸そうという茶人はおりませんでそれにはちょいと訳がありましてなあなたが越してきてなんでそういうことがあるんだったら前もって話をしてくれなかったと言われるのも嫌でございますからまあそこじゃ話が遠いからこちらへお上がり。 お上がり「あおさようですかじゃあ失礼をさせていただきましてえどのようなことに話をすれば長くなりますがなあれは今を去ること3年ばかり前になりますがあそこに30をちょいと過ぎた色の白い御家さんが住んでおりましてな器量のいいところからとても30を過ぎているようには見えませんそういう方でございますんで暮らし向き一切面倒を見たい あるいはタナチンだけでも持たせてくれと言いよる男もございましたがな男は線路で懲りておりますという身持ちも堅い長屋の使い走りもする評判もよしあれでちょうど花嵐自分とでも申しますか雨風の激しい晩に賊が入りましてな賊と申しますと泥棒ええ 澄ましやかに暮らしてはおりましたが男やもみに氏女やもみに花のたとえ多少の品物はあるこれを泥棒を荷物にしてどっこいしょ逃げようとするひょいと脇を見ると飼い巻きを口元までかけてすやすや寝ているおかみさんの寝姿に泥棒のやつむらむらっと来て一旦しょい込んだ品物をそこへ置きます寝ているおかみさんの胸元にずっと手を入れましたほほう おかみさんは胸苦しいもんだからパッと目を開ける雲をつくような大脳の子思わず泥棒と言って逃げなきゃよかったんだが泥,の泥棒の方も騒がれちゃまずいと言うんで懐に飲んでいた合口でもって敵を切りつけるギャッと言って抜けずるやつをタブさをつかんでずるずるっと引き戻してこう来たやつが父の下いわゆるこれが致命傷おかみさんは虚空をつかんでばったりと倒れくる 泥棒は荷物を背負い込んでそのまんま随徳寺ってやつだ。ええ、で朝起きの人が起きてこないこれはおかしいというので長屋立ち会いのもとに入ってみましてな今思い出しましても身の毛のようだす六条一間が血の海という、まあ、身寄り頼りがないということを伺っておりましたんで問い弔いは長屋中で年頃に済ませました。 でございますがそれはごご苦労様でございましたすっかり掃除をいたしまして菓子屋札を斜めに貼るあんなうちですからすぐに借り手はつく越してきて一日二日は何事もないが三日四日とたつうちに雨のひとしとひとしと降る晩なぞがあります。 私なんとなくなしみがいらないわけが分かったような気がしますんでほかに用事もありますんでこれでご勘弁をまあまあ供養だと思ってしまいまでお聞きなさい。宵のうちは世間もにぎやかだが世もしんしんとふけ渡りどこで打ち出すか園児の鐘が甘気を含んでものすごくもゴンとなります。<laughs> 私<あ>の <laughs> そういう話を聞きますと夜分一人で羽ばかりにいけない価値で,ちでございますんでご勘弁お仏壇で凛が一人でにチーンとなりますんで <laughs> なりました障子に髪の毛の当たる音がサラ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 といたします。 六畳と四畳半の愛の隙が音もなくつつつつつツ,ッツ,ッツ,ッツッと開きました!きました」。なんだろうと思ってひょいっと見ると殺されたおかみさんの幽霊が髪を驚に乱してこれからこれへ血みどり違い越してきた人の顔を見て「けたけたけたと笑いますよ」<laughs>。笑いますかあなた。 よく越しておいでだねえと言って。冷たい手で、ああ。すごい声出してす、すっとんでったね、おい。三尺飛び上がったよ。臆病だね。ゴミ溜め蹴飛ばしていった。<laughs> えおや。裸足で逃げたのかい。いいげただね、本間さだよ。あたしのがちびすたから、買い替えようと思ってたんだ。ちょうどいいや。あの驚きおじは戻ってこない。あれはいちは。 裁縫としてい飛び上がった初心懐は飛び出したんだねえいくら入って <laughs> 大して減っちゃいねえけどおまんまぐらい食えるかもうさなん何だ今のやろううちのゴミ玉蹴ってまして走ってったあらながん,んなちょいといたずらしてやったい何だいたずらって階談話したんだよ階談話ことの発端はな三年前にあそこに三十をちょいと過ぎた色の白い御家さんが住んでたってのは始まりだ何を言ってんだよ は去年死んだノリの婆さんんだだのさが住んん「いやそらお前も私も知ってることだ作り話だよ」で泥棒に殺されてなでそれから幽霊になって出るなその時な下見たら「冷たい手で」って時に濡れ雑巾があったからこれで顔を魚でしたんだよそうしたら臆病な野郎でな飛び上がって逃げてったで財布落としてった大して入っちゃいねえけど寿司ぐらいつまめるから私が石を買うから二人でもって寿司つまみに一杯やろう寿司が食えんのかい ありがてえな。じゃあ長屋中触れまして。よしなよしな。長屋の連中は食い物となるとたかってくる。ハエと一緒だい。それからあの、下駄はかずに逃げた。はだしで。あの下駄私がもらうから。次はかずに帰ったらお前にやるよ。下駄がもらえんのかいこらありがてえな。じゃあ,あの、また来たらよこしていいかな。構えしない驚くんじゃねえからどんどんよこしな。あっ、プレン誰かいねえがおう。いねえのは 留守か出てこい死にたいだが出てこねえと火つけるぞうるさいなおい昼寝もできやしないよへえ何がご用でございますかいたら返事しろいえちょっと、えー、昼寝してましたいいわけえ者が昼間から寝てんじゃねえ馬鹿野郎起きて働けえあそこに来たねうちやらあそこ借りてたと思って家主はどこだ家主は家主ねえ遠方ですよ何を遠方遠方 日本にいねえのかいや日本にいますよ。いたら行こうじゃねえか。北海道か。九州か。沖縄か。いや、そんな遠くまで行かなくても大丈夫です。あの、長屋の突き当たりご覧なさい。四つ目が木の壊れた家がございますでしょう。あそこがね、長屋の草分けで、え、で、あだ名が古讃岐の木兵衛さん。え、差配人でございます。あそこで木は分かるようになってますよ。あそこに、うん、下の内ちやら、うん、あそこが、左配人で草分け、古讃岐の木兵衛、パクッ。 こんな汚ねえ長屋にな草分けだと古だぬきって言われるとすんじゃいけねえんだいこんなとこは腰掛けだよ。ちょ聞け。おいちょっとこい。え大きな声じゃええねえけどよ俺に女できたんだよ。お前と一緒にやらなきゃ死んじゃうよってんだよ。女殺すわけにいかねえよな。えこっちは親方のとこ居候だろうん。え二人で居候するわけにいかねえからよ。空き棚探してたんだよ。えこれがまた俺に惚れるようだからいい女だぞこね。なやろ 越してきて井戸裸なんかで色目つかったら、てめえよ、ついたたんで鼻かんで、いや、いやそ,そんなことしませんから、あの、どうぞ言ってくだ、さいあ、もしもし、あなた、なんで、あの、お財布持ってますか、人の懐探ねいい下駄履いてたね、あれが俺の下駄だよ、たぬもく、いるかたぬもく、たぬもく、詰めやがったな、へへ、 木兵衛は宅でございますが何か御用でございますかやったなおい長屋の入り口にいたな青平たに平気かけたら来たんで何ですか青平たに平気かけたら来たんだよ青平たにへうまいねあだ名にしちゃうこっちもたぬきって言われてんだからで何かあそこに汚れうちがあるなあそこ借りてると思ったねえどうなってんだいえあんな内しろ案い,い,いあさようですか あの行かかずに分かるよ「うになってますうちと対して間取りは変わりませんでな、えー、入りましたとこが2畳四畳半の奥が6畳になってまして小さいながらも、えー、庭もついておりますし日当たりもよし造作も残らずついて住みやすいうちでございますよ」。ここと間取りが同じ ?2 畳の四畳半の奥にもう一枚ある6畳あれがてえのは広くて文句は言えねえよなその階に何だろうこの野郎「毎家賃いくつ入れの敷金いくつ入れの?」。 こまけごと言うんだろ引き、ええ、金ねああいうものはあなたが出るときお返しするもんですからいりませんそうだろう。俺いつもそう思ってたんだよ出るとき返すんじゃねえかでなんで取っとくんだってんだよええ、信用してねえんだろ いいか住みはな親子の縁を結ぶんだ親といえば親も同然たな子といえば子も同様親子の縁結ぶその子供を信用しねえで銭借りで片付けようと思うから子供だって親信用しなくなってな何でも銭借りっていや,いやあのそうじゃないうちの大家さんはそうしてるだけの話です。ねえら、そんなこと言って安心させといてよた中賃高いこと言うんだろ家賃どうなってんだよた中には。た中ねえないんですよ何よただなんです。 ば飲むなただよしあのこしてくからすぐ掃除しとけい,い,いやあのただというなっちゅうて訳があるんですよ出るんだろうは言うたおばちゃんお化けが出るんだろういや出るんだろうと言われてはいでございますとも言いにくいええ分かってんだよ訳ありってやつだよえそうでなきゃな正しいらねえなんていうわけねえんだえいいよ驚かねえからあこしてくから掃除しとけよい,い,いやあの えあなたが越してきてなぜそういうことがあるんなら前もって話をしてくれなかったと言われるのも嫌ですから言わねえっつんだろうこの野郎越してくるからそうしとけってこっちはお化けが出るの分かっててくるんだからよあそうしとけあの大家さんにもくれぐれもそこだけは話をしてくれと言われてますんでまあそこじゃ話が遠いからこちらへお上がり。 「お上がりおめ小さい頃病気したかお上がりないでいいじゃねえ上上がり上がりとほら上がったよ痛い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 何だって人の膝の上座るんですか?」。「いいじゃねえか座りやすいから腰掛けたんだいよしちょっとどいてくださいあ,あ痛いちょっとあの下がってください話ししにくいからまあ話をすれば」。 長くなりますが「嫌だよこっちは江戸っ子だよ短いよかカイスマンでやろうら急げほら早くやれ」「あれは今を去ること3年ばかり前になります」「ねえ野郎古い小説みたいなこと言ってんじゃねえんだよ何だよ今を去ること去ることも引っかくこともねえんだよえ姫を捨てる0 0千人ばかり前何をさまってやんだよ3年目なら3年目って用が足りるじゃねえか3年目って三え3年前 「その話はええやしてあそこに30をちょいと過ぎた色の白いご家さんが住んでおりましてな器量のいいところからとても30を過ぎているようには見えません」「そうなんだよ女は得だよな器量がいいと若く見えるんだいや実はよ長屋の入り口のやつ話したんだい俺に女ができてで書体持つんだけどよこれがまた俺に惚れるぐらいだからいい女だよおめえなあおめえ合わせてやろう今今連れてくからいやちょっとちょっと落ち着いてください」 あなたの方のの方話話はいいいい。んです。こっちの話聞いてくださいまあそういう方でございますんで暮らし向き一切面倒を見たいあるいはタラチンだけでも持たせてくれと言いよる男も多ございましたそらそうだよおめえいい,いい女が一人で住んでたら男はほったかねえやなだけどんだろうおめえなんざえ古田に来って言われるとこへ住んでっからタラチンかなんか3つ滞ってんだろなあ そういういしんしん『ただちなんか持てねえやな『てめえのただち払えねえ』っそどこで聞いたんですかわ分かるんだいこんなとこへ長くいりゃえでその帰りなんだろうおかみさん水汲んできましょうかお使いありますか薪でも割りましょうか』なんか言ってこないろ手ぐらい握ったますけめえ」。私はそんなことしませんよ。ええんかしするんだよ男ってのはないい女が一人でいたらなんかしてえと思うあそうだ。 長いの路地はせめえからねおはようございますなんてすれ違いざまに肘じかなんかすってやっておっぱいつんってやったろこの野郎なよくやるんだよ手なんだよ男のあごめんなさい手の上で言ってえおっぱいつんってやったか私はそんなことしませんねえ野郎とぼけんなよいい女なんだろう一人でいるんだろうなんかしようというのが男の了見この野郎はかねえか言わねえかこの野郎この野郎 誰にも言わねえから。俺の胸にしまっとくからよ吐けほら楽になるから少しはそういう気があったろうよ合わせるしかないなえ少しだけ「ほらこのら郎刷やった」で何か胸つむか、うん、それともケツ摘っかあ「何やった何やったん」です。ちょっと話させてくださいな「えー、男は線路ので懲りております」という身持ちも固い長屋の使い走りもする評判もよしあれでちょうど 花嵐自分とでも申しますか雨風の激しい晩に賊が入りましてな賊泥棒がこの長屋に入ってきた素人だよこんな小汚いね貧乏長屋に泥棒が入るわけねえじゃねえかこっから泥棒が出たってんならわかるよ。 何も減ってくるだったねまあまあ世の中ぶっになってからな、えー、誰か騒げそうしたら俺が住んでたらな金誰かが引っ張りだいたらな俺出てってな、えー、その泥棒ひっ捕まえて自信ばだしねあなた強いのは分かってますけど私の話をさせてくださいえー、えーえー、話どこまで行きました知らねえよそっちでやってんだからはいやれえー、えー、身持ちもかい長屋の使い走りもする評判もよしで泥棒が入りましてなつましやかに暮らしてはおりましたが 女よもみに花のたたえ多少の品物はあるこれを泥棒を荷物にしてどっこいしょ逃げようとするひょいと脇を見ると飼い巻きを口元までかけてすやすや寝ているおかみさんの寝姿に泥棒のやつむらむらっときて一旦たしょい込んだ品物をそこへ置きます寝ているおかみさんの胸元にずっと手を入れましたおっぱいよ飲んだの 置き方のか、おい。<laughs> え?え。え、で、こで、もう、もう、もう、だ、だめよ。やめてっていいじゃねえか。はい。え、え、いいよ、い、しようよ。い、いやよ。え、男ひでえなんだろえ、気取るんじゃねえ、だ、だめったら、だめって。う <laughs> <laughs> <laughs>、う、う、う。ちよだれを拭いてください。なんで、前へ出てくるんですか?。おめん。夜中の男の手とかけてって、謎掛け知ってるか?。なんですか?。おめえ、寄せ行かねえのかよ。 謎かけだよ話し家がよくやんだろうよ夜中の男の手とかけてあ大名行列と説くその心は下に下にあのね私はそんな話を聞くためにこれやってんじゃないんですよおかみさんは胸苦しいほら調子がつかめないじゃないですから。 胸苦しいもんだからぱっと目を開ける雲をつくような大脳の子あれ泥棒と言って逃げなきゃよかったんだが泥棒の方も我が身がかわいい騒がれちゃまずいというんで懐に飲んだ愛くしでもって肩先を切りつけるギャッと言ってロケするやつをタブさをつかんでずーっと引き戻してこう来たやつが父の下いわゆるこれが致命傷おめえがやったなはおめえだろ犯人はよばいかなかけやがったえ おめえが刺したんだろうよよよとしませんよおめえだよだそうだろう犯人しか知らねえ手つきしやってこうやってこうやってこうだってやる警察来い俺はついていってからなおいらくの子いってやつだよな呼ばいかけて顔見られてみっとまで、ね、ブスってやったんだろうな自首しろいや傷口からそうじゃないかなだからおめえの話はまどろっこしいんだよまどろっこしまどろっこしいじゃねえかえなにが 早い話が「3年前にいい女が泥棒に殺された」ってそれだけの話だよ。「それだけ」って言われりゃそれだけそれだけにしげねえじゃねえかよ。何だよお前。えうん色の白いご気仙に住んでおりまして長ったらしいんだまどろっこしいんだよ。「3年前いい女が泥棒に殺された」言ってみろ。「3年前いい女が泥棒に殺されました。その話早いじゃねえか。どうして？ どこまで行きます知らねえってんだよえドロ泥棒がええパイオッツ下がってよで下にしたいんだよでえで泥棒は荷物をしょい込んでそのまんま随徳寺ってやつ随徳寺もくそもねえんだよ戦争時も何もないの逃げちゃったって言えんだよ泥棒は荷物をしょい込んでそのまんま随徳寺ってくだらないこと言ってんじゃねえ白山のお前虎酌じゃねえんだぞこの野郎。あ 逃逃逃げげげちちゃゃっっったたて言えよおら逃げちゃったそのしどうして「朝起きの人が起きてこないというんで長屋立ち会いのもとに入ってみまして今思い出しましても身の毛の目だす六畳一間が血の海というそれをやめろっての分かんねえのこの野郎六十七右血の海おかしいなガラッと開けたら血がべったりその方が分かりやすいよ 子供にもわかるよ「おかしいなガラッと開けたら血がべったりやれ」「おかしいなガラッと開けたら血がべったりほらわかりやすいじゃねえか血がべったりどうして」「身寄り頼りがないということを伺っておりましたんで遠い弔いは長屋中で年頃に済ませました当たり前のこと言うなよ長屋には付き合いがあるんだい俺が越してきたったらえおめえが死んだら香典ぐらい出すぞこの野郎んなら今締め殺しうから」「強いの分かりましたがちょっと黙っててくださいな」。 まあすっかり掃除をいたしまして菓子屋札を斜めに貼るあんなうちですからすぐに借り手はつく。越してきて一日二日は何事もないが三日四日とたつうちに雨のひと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 降る晩謎があります。なんでぶつんですか言ってわかんねえやつは殴るしかねえだろうこの野郎。なんで 越してきて一日しつけばね何を古い小説みたいな話してんだよ越してきて3日目雨そのほうが分かりやすいや日記だってそうだ何月何日雨な3日目雨そういえ3日目雨そのほうがいい3日目雨2でしたいよいのうちは世間もにぎやかまた殴らいてえかこの野郎昼間どこだってにぎやかなんだよ夜になると静かになんで夜にぎやかなのは吉原ぐらいなもん実はよ 真珍が、真矢珍がいると思って、懐に少しあるんで、これいらねえんだろおめつれてやる。まだ早いからよ。吉原行こう。今から遊びに行くぞ。おい一緒に行こうよ。ちょっと黙って遊びには行かないんですよ。ええ。ちょっちょ静かにしてください。下がってくださいな。ええ。話どこまで行けば知らねえってんだよ。殴るぞこの野郎。殴ったら思い出すか。い,いけ結構でございますよ。ええ。どこで打ち出すか。 エンジンの鐘が甘けを含んでものすごくもガーンとなったかじじい鳴りましたさす次行けはいやがれ次はなだいお仏壇で凛が一人でにちーンとなります今お前早口になったろう先に言われるの嫌で早口になったろうよ嫌なじじいだなおい、えー、やらしてやるからゆっくりやれ ええー、ほら凛やれほらゆっくりやれよ。お仏壇で凛が一人でにチーンってなったなあなたやらしてくれるとそう言ったじゃないですか甘いよ年寄りはそうやって何度も騙されるんだよえ次何やえ次行けほら障子に髪の毛の当たる音がサラサラあってんだろう何で分かるんす 口とんががして何でわかるんですか当たり前じゃねえ。そういう神様髪の毛が長いんで長い髪の毛があったらササラっての坊主ならザラザラハゲてらツルツルってんだい。ツルツルザラザラササラって人間がでいいな!」。「六畳と四畳半の愛の襖が音もなくツツツツツツツッと開きます。今おな何つったおいえ音もなくつったろうがツツツツツッとって音がしてんじゃねえか。 音もな,くなる音もなくやれ。音もなく。<laughs> 素直で面白いじじいだなおい。その間俺ははばかり言ってるからあと閉めとけ。ははばかり言うからあと閉めとけよし。締めなきゃいけません当たり前だ。おめえだってじじいで生まれてきたんじゃねえだろう。赤ん坊の時やら,らから育ってくるじいさまやなんかいねんて言ったら親父やなんかに、ね、ええ自分でしなかしたことは自分でけつづけってそっとおっしゃったろう。てめえで開けたんてめえで締めろおい締めろ。 おやすみもういっい開けていいですかなんだい都合があるのかいやち,ちゅっちょい都合があるのまだ住んじゃいねえんだよそっちのもんだい好きにやれ」。六畳と四畳半の愛の襖が音もなく何度見ても面白いなわいでして何だろうと思ってひょいと見ると殺されたおかみさんの幽霊が髪を踊るに乱してこれからこれへ血みどり違い越してきた人の顔を見て けたけたけたと笑いますよ。陽気でいいじゃねえか。<laughs> 幽霊の陽気なざるがてえな、つかまえしょう。 その幽霊捕まえちゃうよ。えで捕まえてな、そ柱があるんだろ、こうと作りが同じなら、そこ祝いとくんだい。で、俺は不審行くだろって仕事して、な、こういう暑い日に帰ってきてよ。おい、暑いよ、せや、汗がちやねえ幽霊、湯いたな、よしよし、逃がすんじゃねえぞってんで、俺、おっぺたつけんだい。ね。ああ、ひんやりして気持ちがいいな。ああ、ちょいと涼もうじゃねえかって、しばらく涼むだろ。で、お前さん、ゆういといてよって、かみさんが言うんだい。じゃあ、ゆいとくるでって、手ぬぐい引っかけてよ。湯からのけり。ね。ああ、いい湯だったけどは暑い,暑い汗が流れてしがねえやってんで、また幽霊 抱くんだこうやっっててほっぺたつけてえ、ね、で寝るときになったらよ、おかええ、ひもほどいてやれねで、後ろで祝いとけ、祝いたまんま真ん中へ置けってんで、かかと、俺と、川の字で、幽霊と寝るんだよ、ね。そっちからおつけろ、こっちからおつけろってんでね、で冷たくて気持ちがいいんだよ。ね、3人で寝るんだよ。な夏場寝や寝やすいやないえ。ひんやりしてよ。大将。かかわねえ。文句言わねえよ。や、気持ちやがねえ。だそうだろ幽霊だろな。 う足がねえんだよ足がねえってことはまたぐらがねえな何を言ってそんな話じゃないんですよこうなったら奥の手だよあなたよく越しておいでだねえと言って冷たい手で何をしゃんだこっちから越してくるぞ掃除しとけもしもしあなたお戻りをちょっとお,お,お願いします奥さんどうしてみんなのストンでたあらんな ダメだめだだめってなえー、強いよあいつはえー、階段までしかねえん階段までしかねえどうなったの冷たい手でってやろうと思ったら逆に雑巾取られてこっちは撫でられちゃったよおい冗談じゃねえよなおいえー、じゃあ財布なんか落ちたねえかえさ、羽根ろ持っていっちゃったよえー、下駄はあ下駄も持っていっちゃったおいど,どうなるんだよ大家さんにはおめええー、何も言ってねえんだよ で引っ越してくると掃除してけってで掃除はいいけど大家さん見てて「掃除してえれえな」なんて言われて「へえ」なんて愛想笑いしてよでそこへあいつが引っ越してくるんだろで大八かなんか引っ張ってきてで品物を入れて荷物を入れてタンスを入れてでで大家さんが「お,おいこ,こいつは何だい」ってこれからあのえこれは何度か新しい、えー、住人でございます何だって住むようになったの実はあのさんがあってこれ,これどうなっ お前の話はまどろこしいんだよまどろこしいああまどろこしいよ簡単に言ったら奴が来る俺たちが逃げる親が驚くんだ